FM 78. We all can be connected with Doberman Infinity. 皆さんこんばんは。Doberman Infinity です。GS です。ピジョです。カズキです。スウェイです。わあ、楽しいです。はい、ということで今週も始まりました僕たちドーベルマンインフィニティの We All Can Be Connected、はい、この番組は音楽を通じて様々なアーティストとつながるのはもちろんいただいたメッセージを通じてリスナーの皆さんとつながっていくつながろうをテーマにした番組です。はい、先日ですね2月7日の方でですね、ツアーグッズの解禁がされました。改めてこのラジオの方でもですねちょっとまあ紹介していきたいんですけどやっぱ今回はね、うん、まあ今回もですね、うん、スウェイさんデザインということで、うん、やったー。やっぱりここはスウェイさんからプレゼンしていただきましょう。はい、そうですね、まあ、今回はペイズリー柄ということで、まあ、はい、We are the one ということでね、うん、なんかこう一つ、まあ、気持ちをこうギュッと締めるバンダナ、はい、そしてみんなとこう絆をギュッと締める、ギュッと締める、ギュッと締めるバンダナなペイズリーかなと。なるほどなるほど。で、ね、今回ねペイズリー柄もね全部手書きで書きまして、はい、書き直しまして、はい、このオリジナルバンダナを作ったわけですよ。はいはい、それを今回グッズに落とし込んだということですけども、あとちなみに今回面白いのはドービーのこの、そうですね、防犯ブザー付きのぬいぐるみキーホルダー、はい、これはみんなでね考えましたよね。これなんで、まあ、僕ら の, あのよく生まれ育ったね、クラブでよくいるセキュリティ の, ティの、あそこにドービー君がいたらっていう、ね、はい、もしもシリーズですね。いいね、まあ、いいですよね、はい、まあ、あと大きなねビーチタオルも、これ、ね、イラストは今回スウェイがもう僕が描きまして、メンバーを初めて描いてくれたという、うん、すごい、はい、ちょっとイラスト風にして描きましたね。そうですね、まあ、この写真はまあ元は言うと、まあ、アリーナの時にトモゲンさんと一緒に撮った写真からみんなの顔を抜き出した。なるほど、それが元ネタなんだ。そうです、元ネタね。あ、そうなんですね。そうなんですよ、はい、ということでですね今回は 1,2,3,4,5,6,7 点、そうですね、そしてプラス、うん、はい、グッズを1万円以上、ご購入いただいた方にビニールバッグをプレゼントしているということで、うん、そうですね、はい、まあ、今回もね、僕たちらしい、うん、デザインをスウェイが考えてくれました。はい、そしてですね今週はですねなんとバレンタインデーということで世の中の男性諸君がドキドキするね、ね、週になるんじゃないですか。まあ、もらえるかなみたいな。一番忙しい時期来たわ。俺一応カウンター買ってきましたけどね、カチカチカチの。あ、マジで。一応買っときました。俺トランクルーム、トランクルーム読めるんですか。あ、マジで。大量のチョコレートが予想されるんで、クロさん。うん、トランクルーム契約してる。すごいですね。1月1日からもう早めに、早めに。早めのサイトで温度調整もして。温度調整、溶けへんように。冷やしてる、冷やしてる。なるほど、なるほど。で結局蓋開けてみたら2、3個だけペッペッおかんとおかん姉ちゃんとかそのまあの、ね、その会社の、ね、デスクの方とかね、そうですよね、はい、まあ、ギリギリのギリチョコをいただくわけです ね、 ここ、 ね、5個ぐらいあるかな、あるやんな、うん、はい、ということでですね、まあ、バレンタインデーが近いということで今日はですね、はい、この1曲をお届けしたので、うん、スウェイから紹介していただきましょう。はい、ここで1曲お聴きください。ぴったりの曲ですよ、スウェイでチョコレート。お送りしたのはスウェイでチョコレートでした。 We all can be connected Doberman Infinity。 さてここからの WACBC はこちらの企画をお届けします。 Dear Pie Playlist。 はい、今までの流れからいくともうすっごいまとも、まとも全然大丈夫、割と今年は結構まともに、最近まとも率高いっすよね。そう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 、いいと思う、長いんで、いいよね、そうですね、今右から左に流れるようなイメージでいきました。ああ、なるほど、電光石火の、あ、はいはい、やっぱりシュッとしていくもんよね。そうですね、うん、例えるならフリーザみたいな感じで。そうですね、じゃあ行きましょう、行きましょう、行きましょう。はい、ということでですねこのコーナーは番組が選んだ選曲テーマに合わせてメンバーが R&B ヒップホップアーティストの曲をシチュエーションとともにご紹介します。今夜のテーマはカズキ紹介してください。はい、今夜のテーマはディナーを楽しみながら聴きたい曲です。はい、ということでまあこれね今回ね、はい、メンバー3人に選んでいただきましたが皆さんにとってのディナーのイメージ、うん、じゃあディナーといえばどういうものでしょうかという。ディナーやっぱ特別な料理っていう。そうですよね、夜ご飯ではないよね別に。なんか膝の上になんか乗せてる感じ。まあ、それ猫とかね。猫、いや違う違う違う、なんか白いよ、はい、あ、そっち、あ、そういうことですね、こぼさへんやつね。そうそう、ディナーディナーってフレンチ、フレンチ、だからなんかこうフォークとナイフ、それぞれで喋らない。フォークナイフ、あ、はいはいはい、違う、まあでもそうですよね、だからフレンチってイメージはちょっとディナーって言われたらやっぱりそんな、まあ確かに洋風ですよね、晩飯ちゃうやん、ディナー、
そうですね、イメージがね。なるほどね。焼肉でもないですよね。寿司でもないですよ、ね、ない感じはするよね、うん、フレンチイタリアン、そうですよね、 なんちゃらみたいな感じだね、うん、そうそうそう、なんとかあんすね、じゃあ、うん、なんとかあんすね、イタリアン、うん、とかね、ちなみに、今までのじゃあメンバーの中最高級だったディナーっていうのは、まあ、先日ね、はい、ヒロさんに、そうですね、あれ何年待ちでしたっけ、2年、3年一応3年後に予約してくれました、いや、あれ1位かもな、確かにあれ1位でした、うん、中華3年待ちの、そうですね、あの銀座の古田さん、はい、っていう中華料理屋さんなんですけど、やばかった、まあ、初めて食べるもんばっかやったよね、すごかった、うん、こんな食べ物があるのかっていう、そうですよね、なあ、もうすごかったね、美味しかった、まあ、あれがだから、まあ、最近食べた中ではメンバーにとって一番高級料理だったんじゃないですか、間違いないですね、うん、そうですね、あと最近あれですよね、フランスで三つ星取った方も日本人のシェフの方出ましたね、あっそう、はあ、あ、そう、はあ、だそれも食べてみたいですね、みんなでね、それ何年待ちかな、何年待ちかな、何年待ちかな、はい、ということでそんな高級ディナーとかね、まあ、フレンチとか、まあ、普段行かない料理を想像していただいて、なるほどね、今回の、うん、まあ、でもそれぞれのシチュエーション、まあ、イメージして選んでくれたと思うんで、うん、それを聞いてから、うん、そのイメージを想像しながら聞いていきましょうか、はい、じゃあまずはチョーちゃんから、はい、僕のディナーイコールなんかホテルなんですよ、あ、なるほど、あ、まあでもそうですよね、なんか部屋いや違う、あのホテルの、ああ、ホテルのレストラン、そうです、なるほど、例えばですけど、まあ、ベタベタに言うとウェスティンとか、ハイアットとか、なんか東京に来て、はいはい、アパではないの、いや、アパアパホテルはちょっと今あのカズキ呼びかな、それはだから家の作りじゃないですか、カズキの部屋の、それ家の作りじゃないですか、うん、あの家具の選び、そのビジネス感じゃないですか、ビジネス感、そう、じゃあまあ高級ホテルのレストランの中でディナーを楽しみながら聴きたい曲ということで選んでいただきました、はい、じゃあ紹介していただきましょう、はい、ということで P 長が選びましたディナーを楽しみながら聴きたい曲はアッシャーフューチャリング LMA で Don't Waste My Time、はい、お送りしているのはアッシャーフューチャリング、LMA で Don't Waste My Time です、はい、ということで、まあ、イメージができた曲だなと思うんですけど、まずはですね、はい、まあ、今回選んでいただいたアッシャー、はい、まあ、こちらベテラン R&B シンガーですよね、そうですよね、うん、と一緒にエラメイっていうのが2020年グラミー賞の R&B アルバム部門にノミネートされたシンガーということで、はい、うん、こう、まあ、R&B 界を牽引する、うん、まあ、代表的なシンガーということで、うん、はい、チョウちゃんどうですか？そうそう、なんかね、なんかデュエットかなと思ったんですよ、うん、あの男の人と女の人が歌ってるものが合いそうな気がしたので、はい、ディナーということで、はい、わー、なるほど、はい、っていうので、はい、なんかその男性シンガーもともと僕は好きですけども、はい、今回はデュエットの中から一曲選びつつ、しかもあのアッシャーね、いい感じです、うん、まあ最近のあの新譜の中でもアッシャーの新譜これ良かったなと思って、うん、あとハイファイブのネタを使ってて、これ僕は好きなね、なのでなんかこういい雰囲気を醸し出、大人の雰囲気を醸し出してるのではないかなと思いながら、うん、まあ自分がホテルでディナーしてたら心の中で鳴ってたらいいなっていうような、やっぱディナー中にこういう曲が流れてるっていうホテルではないかもしらん、そうっすね、うん、まあ確かに、うん、うん、でしょ、けどまあなんかこう、でもあれじゃないですか、心の BGM としてなってたいな、結構その張さんが挙げたホテルだと、うん、もしかしたら生演奏でね、ああ、そういうところもあるよね、ちょっとあのそうなんですよ、昔の曲とかが、そうなるとちょっとバーに移動になっちゃうんで、ああ、そうだよね、バーやな、どっちかってそうなんですよ、食べた後にバーに移動になっちゃうんですよ、オッケー、次行く、うん、次行こうかはい、ということでですね、はい、まあ、チョーちゃんが選んでくれました、はい、アッシャーフューチャリング、はい、エラメイということで、はい、じゃあ続きましていきましょう、これね、チョーちゃんとね全く思考回路一緒だったっていうところですね、そうですね、まあ、僕次選ばせていただいたんですけど、僕のディナーのイメージもどっちかってレストランと言われるような、まあホテルじゃなくてもいいんですけど、はい、まあ、レストランと言われるような、まあ、あのね、フォークとナイフが用意されてて、こう向かい合って食べるみたいな、はいはいはい、であとなんか男2人で行くことは多分一生ないであろうなっていうのがあると、はい、まあ確かに、そうそうそう、男2人でフレンチ2人で向かい合って食ってたらもう絶対に、まあまあね、想像されちゃうわな、そうそうそう、絶対に、何だけど想像されちゃうわな、だから あくまでもまあ自分の大好きなね、女性とか意中にある女性と行ってるイメージだったので、やっぱりここはちょっとこうちょっと口説きも含めて選んだ選曲になります。それでは聴いてください、アッシャー&アリシャ・キーズでMy Boo. There's always that one person.
お聞きいただいているのはアッシャー&アリシャキーズでマイブーです。はい、はい、あ、いいわやっぱ。まあそうですね、まあまあまあ、名曲ですよね。名曲ね、ええわ、懐かしいね、うん、あとなんかやっぱこうこの時のアッシャーのアルバムコンフェッションズでしたっけ、うん、あれがまたいいアルバムで、いいアルバムでしたね。いいアルバムで、まあなんか本当にその中からあのいろいろ選びたいのあった、ユーリマインドミーとか、はい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 、最高っすね。そうそう、いっぱいあってんけど、ちょっとねなんかおセンチになるのも嫌やなと思って、はいはいはい、はい、ちょっと本気の口説きモードちょっと、うん、そうですね、になんのいらんから、うん、じゃ余裕をね、そうそう、あくまでもちょっとなんかこう体が乗りたくなるような選曲ということで、うん、実はあの、はいはい、ケイシー&ジョジョのオールマイライフも考えたい、はいはいはい、でもベタベタすぎるし、いやこっちの方がぽい、うん、いいディナーですぽいやん、うん、はい、ということで、まあアッシャーとアリシャーキーズという、まあ人気 R&B 歌手同士のコラボということで、はい、うん、僕はねこれね今回思って日本の歌謡曲に例えると、うん、僕はあの大内義明さんと藤谷美和子さんの愛が生まれた日というね。タイトルで分かりました、生まれた日、ね、そう、なんか それ、はい、そういうような曲のイメージがあって、なんかどっちかったらなんか、ね、なんかスイートなっていうよりかはどっちかったらなんかちょっとこうど真ん中なこうなんかラブソング的なイメージだったので、あ、懐かしいな、愛が生まれた、そう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 、だからだからあ、それやそれや、洋楽版愛が生まれた日みたいなイメージが、わかるわかる、まあ、こういうビート用とマイブース確かに、はい、ということで、まあなんか僕はあくまでもその女性と二人で、まあ、いつも行かないようなレストランに行って、聞きたい曲ということで選曲させてもらいました、うんうん、それではですね続きましてスウェー行きましょうか、はい、そうですね、ロケーションというか、ロケーション、うん、俺なんかそうだな、家の本当にこうダイニングに、うん、ちょっとこういう時ぐらいは電気を消してろうそくの火だけで食べるディナーとかがいいな。おお、渋いな。じゃあ一人だけ家ってことですね。家で雰囲気作るディナー、ね、家で雰囲気作ってなんか例えばですけど、それウーバーじゃないよ。ウーバーじゃないですね。ちゃんと作る。例えばそういう時に限って、うん、男が女にこう料理を作ってあげるとかね。ああ、なんかちょっと海外にありそうな。はい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 。え、でその時にこうちょっとこう右手か左手かで iPhone でちょっと押すの、その曲を。違います。それをね、うん、全部俺のこれ理想ですよ。うん、俺できないけど、うんうん、ちょっと食後もう食べ終わってる頃にピアノをポロンと弾いてこれを歌ってみたい。あ、家にピアノがある設定。家にピアノがある設定。ピアノって言ってもすごいピッカピカのピアノじゃなくて、はいはいはい、なんかこうちょっとねヴィンテージ感のある、うん、はいはいはい、なんかこうもうね調整とかもできてないようなピアノなんだけども、うん、なんかこう歌えたら、それはロマンチックだ、ね、俺が生まれ変わったらそうしたい。じゃだから今回じゃあこう選曲してくれたやつはあくまでもスウェイが弾いてスウェイが歌ってるイメージで僕らは浸ればいいってことですよね。あ、そうですね、来世で、来世で、来世、来世で、いや楽しみ楽しみ。じゃあそれでは聞いてみましょうよ。はい、はい、紹介してください。それでは聞いてください、ジョージノズカで Talk to me。お送りしたのはジョージノズカで Talk to me です。はい、うん、もうこれね聞いてる時にも言ってましたけど、めちゃくちゃねいい R&B だなと、いいっすよね、これ。来世歌えたらやばいね。いや、いいっすよね、うん、僕トロントにいた時に19歳の時に、うん、これテレビでたまたま聞いて、うん、やばこれやられた、うん、でまたノズカってね、うん、この日本人にとってね、うん、すごいなんか親近感のある、ね、ジョージノズカは白人系と日本人系の混血のカナダ系アメリカ人の R&B シンガーということで、カナダではもう超有名なシンガーさんなんですよ。へえ、アメリカまでは行ききれなかったっていう。なるほど。ショーとかも撮ってるよ。ちなみに男性？男性です。すごい。すごいビバラードとも言われたと。世紀に残るビバラードと言われた。顔もねちょっとイケメンなんですよ。まあでももうね十何年も経ってるんで今は分かんないですけどね。なんかこの辺の R&B 聞きたくなってきた。いや、いいっすよね。アバウトとか。やっぱ本当いいっすよね。でも本当ちょっと料理ねこう食べ終わったぐらいにポロンとこれ弾いて、カズキだならできるじゃん。やってよ俺の代わりに。いや俺が何その。俺クローゼットの中入って見てるから。あ、そういうこと。それやってくんない。俺がその意中の人じゃなくてスウェーさんのその市場所に俺が行くってこと。いやで食事も全部作ってあげて。あ、いやどういうこと、どういう関係、スウェーのプランをお前がやる。俺クローゼット見てるから。マニアックか。やばいな。喜びの感じ方がやっぱね。ほほーっつって。俺のやつやってる。俺のやつ
やつやってる。クローゼットの中で。やばいやろ。それはやばいやろ。絶対ないやろうけどね。でもまあ本当にこうね、改めて振り返ってみると、こうちょっと年代を感じるね。僕も2004年のアイテムやし、まあ末も2006年ということで、なんか自分たちが本当にヒップホップ大好きやった時代の音楽をね、またこの場所でかけれて、たくさんの人に聞いていただけるっていうのはすごい改めてこのね、すごいいい企画だなと改めて思いました。はい、ということで今夜の DI ポッドプレイリストはディナーを楽しみながら聴きたい曲をお送りしました。We all can be connected.それではですね、ここからは番組にいただいたメールを1通だけになります。今日は紹介したいと思います、ラジオネーム千葉県ミッチーさんからいただきました。スウェイ、勇者のために鐘は鳴る、見に行きました。おお、ありがとうございます。びっくりした。たくさん笑い元気もらいました。大阪公演も頑張ってくださいということで、今回このミッチーさんですね、財布に関することでね、 お便りいただきました、ドーベルの皆さんはお財布持つ派ですか？男性はポケットに直にお金を入れる方もいますよね。と、お札用とは別に小銭入れも使いますか？ということで、まあこれメンバーは正直分かれますね。分かれますよね。でも意外ともう長財布が化石化してきた中、長財布使ってるのは僕と久保ちゃんぐらい。そうです。俺一時やめてたんですけど、最近復活。ここ何年、一年前。確かに。確かに。そうですね。なんか理由があるんですか？いや、前まで小銭入れみたいなのに札を折って入れてたんですけど、札折んのめんどくさいなと。ああ、めんどくさい。あと、1万円札で、買い物して何百円単位のもん買ったら9000円の釣り子じゃないですか。パンパンだ。千円札しかないんですよって書いてきた時に、あの9枚の千円札折って入れる時。ああ、確かに。なるほど。あの、これ、小銭入れパンパンやなと。で、めんどくさいなと思ってちょっとやめましたね。でもそういう意味では、スウェイはある意味だが、現代人、キャッシュレス派？はい。あ、まあ、キャッシュレス思考になってきましたね。ね。でも、そうね、今、俺、早いね、その、僕も最近財布が欲しくて見に行ったんですけど、もう今の財布ほとんどそうなってる。あ、なんかどういうこと？もうお金を入れるっていうよりかは、もうほとんどカードを回す人用の財布になってきてるんだよ。そうなんですね。意外と。だから小銭入れるところがなかったり。俺でも札と小銭一番大変やな。分けてますね。あ、そう。はあ、でも、小銭と みんなだからちっちゃいの使ってるんじゃない？俺ちっちゃいの。2個。僕もちっちゃい。ちっちゃいの2個。うん。ちっちゃいの2個。末がちっちゃいの2個。蝶ちゃんはちっちゃいの1個。俺もちっちゃいの1個。これ1個と領収書どうするんですか？領収書もうパンパン。パンパンだったら抜き時。そうそう。毎日抜く。ああ、なるほど。意外とやっぱりこう分かれますよね。あの長財布の人はやっぱりお金を使う派。うん、うん、で意外とまあまあ言うても蝶ちゃんと和樹なんかキャッシュレスしてるとこ見たことないけどな。あと僕お金持ってないんですもん。いや、これやばいんですよ、マジで。あの、だから、この話すげえ、ちょっと足らんな。まあ、今週にまた、今週。この話、お金持たないんで。また、また、それスペシャルにして。払ってくれる人いるから、僕持たないんですよ。じゃあ次はね、WACBC で、それのことに関して30分お届けできるのか。はい、ということで、まあ、メールをね、ミッチーさんいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この番組ではリスナーの皆様からメッセージを募集しています。番組の感想や DI ポッドプレイリストのテーマなど、どんなことでもいいのでメールしてください。宛先はすべて小文字で wacbc@bayfm.co.jp wacbc@bayfm.co.jp までお願いします。そしてメッセージを送ってくれた方の中から抽選で毎週3名様に番組特製ステッカーをプレゼントしています。住所、氏名、郵便番号、電話番号を書いて送ってください。たくさんのメール待ってます。 We all can be connected with Doberman Infinity。はい、ということでエンディングとなりました。ここでお知らせです。僕たちドーベルマンインフィニティライブツアー2020 We are the one、先日ね、47都道府県の発表になりました。3月からですね、47都道府県を、まあ、年内いっぱいかけて、回っていきますので、詳しい日程はホームページを確認してください。そして、はい、ツアーグッズの発売も決定しておりますし、まあ、あとはね、これからまたツアーが進んでいくにつれて、いろんなもしかしたら情報も発表されると思うので、しっかり今年も1年僕たちについてきてください。お願いします。はい、番組ではツイッター、フェイスブックもやっています。ツイッターハッシュタグはWACBC をつけてつぶやいてください。そしてフェイスブックでは収録後の風景などもアップしています。 BayFMBL Can Be Connected で検索してみてください。また番組特製ステッカーの当選者につきましては、ステッカーの発送を持って帰させていただきます。はい、ということでですね、本日は、まあ、あのディナーの時に聞きたい曲ということで、はい、はいはいはい、ちょっとね、おしゃれな R&B が3曲並びました。はい、はい、
はい、まあじゃあ来週は何がねかかるのか分かんないですけども、また楽しみにしていただけたらなと思います、はい、それでは We All Can Be Connected、 最後までお聞きいただきありがとうございました。お送りしたのはドーベルマンインフィニティでした。